こんにちは、カンヌです。今日も、オリジナルタオルを作ろうと思っているあなたに向けたワンポイントアドバイス、これをですね、していただき、いきたいと思います。よくお客さんで、デザイン事務所さんとかプロダクションの方でよく言われるんですが、サンプルはできないのっていうことなんですね。で、当然、ものによってはサンプルができるんです。で、我々は、販売用のタオルとか、その辺、本当実績ありますんでね、たくさんやってますので、サンプルっていうのをなかなかやっぱり購買嫌がるんですけども、まあまあ、料金さえお支払いしたらやってもらえるという体制にはなってます。で、やっぱりね、サンプルといっても、全然違うサンプルでしたら全然意味ないですね。工程が違うサンプルでしたら。例えば、1000枚欲しいっていうにもかかわらず、全然違うところで、インクジェットのプリント1枚からできるんで、それで作って、こんなんでありますよって言って、お客さんにお見せしといて、実際できてきたのは、全然ラインの違う、普通のスクリーンで作ってます。ということでは、サンプルの意味がなさないんですよね。で、我々は、本番と同じ型を作って、全部サンプル作ります。で、当然、そういうことになりますと、型代っていうのが請求、というか先に発生するんですけども、型の当然変更は、デザインの変更はできないですけど、色の変更はできるんですよね。で、出来上がってきたこのタオルのサンプルの、ちょっとこのブルーの色をもうちょっと薄くしたいとか、濃くしたいとか、まあ、例えば全く黒にしましょうとか、そういうのは全然ありなんですね。なので、ぜひね、サンプルを作って、それに対する色構成のサンプルっていうのはぜひね、販売用の場合は特に作った方がいいと思いますので、面倒ですけども、ちょっと我々にね、その辺お問い合わせいただいて作るように手配していく。これも一つの手かと思います。よろしくお願いします。